どうも椎名義晴です。こういう形でですね、動画に登場するときは大概グッズです。さあ今日もですね、グッズの紹介をしていきたいなと思ってます。なぜかと言いますと、ウィンターグッズというものを、15周年アニバーサリーでですね、作っていたんですけども、まあ追加商品がまあ結構あるわけですよ。はあ、びっくりしました。僕ももう来てます。地図のようなこのデザインなんですけども、僕もめっちゃお気に入りのデザインなんですけども、これよく見ると義晴椎名ライブ2013フェイストゥーラビットマンと、そういうことなんです。フェイストゥーラビットマンのグッズが追加されたわけですね。なので今日はその追加グッズと、改めてもう一度、このウィンターグッズの紹介をしていきたいなと思いまして、で別にいいじゃん、普通にホームページでこういうグッズが追加になりましたよって言えばってスタッフに言ったら、椎名さんが動画でコメントしていただけると売れるんですと。俺そんな、なんかどっか の社長のブラック、ホワイト、赤みたいな人とはちょっと違うと思うんですけども、ちょっと売れるって言われてしまったら動画で紹介していきたいなと思いまして、まず、まあじゃあ一番手元にあったんで、まず手袋ね。iPhone とかそのスマホがそのまま操作できるという、手袋を売ってまして、これ自分自身もその予定ではなかったんですけども、名古屋のアスナル金山ってところでですね、12月の22日に、まあ、イベントがありまして、キャンドルナイトっていうのがあったんですけども、その、まあ、外で夜だったんですよ。このグッズが大活躍しまして、本当にやっぱりちょっと寒い時にね、手袋はいいんじゃないかなと思うので、ぜひ、皆さんもう一度改めて、紹介しておきたいなと思います。僕も助かりました。村原康介というキーボーディストとギタリストの小田倉優もですね、本当に、まあ、小田倉のちょっと真似しますけども、本当に手袋やって助かりましたって言ってましたね。ということでございまして、皆さんぜひ手袋よろしくお願いします。そしておかげさまで一度売り切れも出てしまった、ステンレスボトルですね。青と、黒と、まあ、赤とあって、おかげさまで一回赤が売り切れてしまったんですけど、またちょっと作ったのでちゃんと在庫があるということで、やっぱり自分で初めて今回その使ってみたんですけども、結構便利なんだなと。結構食わず嫌いなところがあって、僕便利だったなと思って、まあ、ロックもちゃんとこう鍵もかかって開かなくなって、でこの前多分動画紹介するときに青の開けようと思ったらロックがかかって開かなかったんですけど、なかなかいいなこれはというふうに思ってます。可愛いし、ぜひ赤が売り切れてたのを追加してまた売ってるので、3色とも全部あるので改めて、そして他にはですね、まあこれももうクリスマスシーズンが終わったんですけど、まだ僕のバースデーが残ってたりとか、ハッピーニューイヤーだったりとか、この限定ももう少しだけ若干あと残ってるということなんで、エンブレムの冬バージョンですねの T シャツも売ってますので、ぜひ、よろしくお願いいたしますというのとですね、そしてそれの同じようにクリスマスバージョンの iPhone ケースで5か5S か、あとは iPod とかも確かちょっと厚みは薄くなるけど iPod にもなんか付けられるっぽいんですよね。でまあ僕は 5C ということで、付けられなかったんですけど、僕だけ 5C の無理やり、作ってもらって僕も付けてました。なんですけども、これ、まあ、皆さんにはだからその5そして 5S それがまあ、iPod に付くかなって感じで、それ以外の、スマホの方々には本当申し訳ないんですけども、これを機に機種変していただければいいかなと。可愛いのでぜひ、これがここまで、あともこれもか、そしてキャンバスバッグですね、ツーウェイキャンバスバッグ、黒に黒のエンブレムであんまりドーンと入ってる割にはなんかそんなにこうギラつかないというかね、あんま目立たないようになってますけど、こちらのバッグ、これね、長さが男の俺でもこうかけても、うん、結構ありますね。こうかけてもだよ、うん、だけどまあこうかける人もいないでしょうから、大体まあこうでしょうから、そうすると男の俺でもまあこうなってしまうときに、まあちゃんと前回も言いましたけど、結んだりとかして自分でね、長さを自分なりにこう短くして持つとかこうして使ってほしいなと思うんですけど、今日もトートバッグってことも鉄板だよね、なんかね。
本当よく見かけるトートバッグを持ってる人、うん、便利なんだろうな、丈夫だしね。なのでぜひ、皆さんこちらのトートバッグもありますので、ぜひよろしくお願いいたします。あと前回ので言うとストール、紫があったり、黄色があったり、そして、ターコイズブルー、これもね、一度売り切れてしまったんですけども、こちらの方も追加してちゃんと在庫があるということで、他にはピンク、ピンクはもうだから柔らかい女の子って感じがするんだよね、俺なんか、うん、なんか柔らかい女の子の感じ、女の子にはいいんじゃないかな。男の子、俺、まあ俺もそうなんですけど、でも本当に一番好きなのは実はでも俺緑なんですよね。うん、可愛い。あれもちょっとね、緑よかった。緑僕が好きですね。まあ緑って言っても真緑じゃなくて、僕が言いたいのはちょっとこう抹茶というかこうカーキというか、この色の緑をすごく好きで、おすすめしています。うん、可愛い。という、5色があって、あとなんだ、前、あとこれもあったね。クロックスとの、コラボシューズ、めっちゃ軽いのよ、ほんと。わかんないね、これだっても。まあ、触っていただければわかるんですけども、本当に軽い、この靴、このクロックスとの僕のダブルネームの、これがですね、会場とか、ライブ会場とかにポンと来て買えるわけではなくて、まあ、受注だと。なので、ご予約いただいて、後日発送されてくるという形なんですけども、このクロックスの靴もですね、まあ、そういう意味では取り扱ってますので、ぜひ、かわいいよね、軽いよね。さあ、おさらい終了。ね、ここまでおさらいしてきましたけども、じゃあここからなんですけども、その追加されたグッズを紹介していきたいなと。長い動画ですね、これ。まず着ていますが、そのフェイスドゥラビットマンの T シャツ。こちらの方なんですけども、なかなかいろんな意味が込められてます。その意味はここで今説明した方がいいのかなと思うんですけども、うん、とても自分の中ではメッセージがこもってる、デザインになってます。なので手に取ってもらって自分なりにこう考えていただけたら面白いかなと思います。そしてそれをそのデザインをそのままプリントされてるスマホケースも作りました。これめっちゃ可愛いからマジで。で、またなんですけど、5と 5S だけしか作ってないんですって。すいません。俺、何度も言いますけど、5C なんで、シナ君ずるい、自分の携帯が 5S だから、それ 5S だけなんでしょうってないですからね。俺もつけられませんから。ですけど、ほんと可愛いです。これ、本当にね、もう分かると思うんだけどね、もうなんて想像つくでしょ。これがケースこうなってたらもう、こうやっていじぐってたらもう可愛くない、なんかあれあの子のケース可愛いみたいになんないですか。なりますよね。あれもそうです、さっきのほらエンブレムもそうですけども、携帯2個持ちの方は、まあ、いるでしょうからね、そういう人もね、 iPad とか iPod とか iPod とか一緒にこう2個ともぜひつけていただきたいんですけど、ほんと可愛いんで。でそのデザインをあしらったもう一つのキャンバスバッグも作りました。でやっぱちょっと差別化したいなと思って、色をこっちネイビーにしてます。黒じゃなく愛していた、いや、ね、ネイビーになってます、これもすげえ可愛いなと思ってます僕は。でこんなのさ、これで普通にこうふわーっと街歩いてたらさ、あいつシーナのグッズ持ってるって絶対言われませんよ。これもまたこれはこれでものすごい可愛いと思います僕は。ダメですかね、とても気に入っております。そしてここからが面白い。実はこんなの作ってるんですよ。わかります？見えっかな？見えます？うん、シャンパン。そう、正解。いやー違う、このシャンパン型っていうんですかね、なんていうんですかこの感じ、なんですけども、バブルバスト&ボディーソープ、これをまあ開けてもらうと、そのまま体を洗ってもいいし、お風呂にそれを入れてドバッと出せば泡ブクと出る。こうめっちゃ可愛いじゃないですかこれ。で、これをまあ3色今回ご用意させていただきまして、15周年記念のバブルバスなんですけど、これあれさっきこんな感じの色見たなって。そう
ストールと同じなんですね。大体こうピンクとか紫とか緑とかあったりしてね、ちょっと今年ちょっとシーンがカラフルでしょ。でもここのステッカー、このちょっといい感じにこう金のエンブレムが入ってますけど、これがねまた安いんだ。え、値段ほらびっくり、これ700円なんです1本で。僕はですね、お風呂に入浴剤を入れないと絶対にお風呂入れないんですよ。入れないっていうと語弊があるんですけど、肌が弱いのか、普通にお風呂でドーンですからと大体こうチクチク痛くなって痒くなるんですね。だからバブルバスだったりとか入浴剤とか俺作りたいんだよねって言ってたら作ってくれまして、これ結構嬉しかったです。これ僕もおすすめです。ぜひ、買ってほしいなと思います。そしてこれも面白くて、これがまたね、あったあったあった、これですよ、すいませんね、こちらでございます。わかります？ポーチ、ポーチの中にキャンディーやゴーゴーさん、飴とかをこう量り売りとかしてくれる、結構最近有名なんで、もしかしたらあなたの街にもあるのかしら。キャンディーやゴーゴーさんとコラボレーションしてですね、お菓子の詰め合わせのポーチを作りました。まあ、なんだろう、感謝の気持ちを込めてって感じだかね、なんかそのサンキューな感じのお菓子が結構な数、本当に3球ぐらい入ってるのかな、入ってるみたいなんですけど、お菓子が詰め合わせで、で、これ今サンプルでございまして、中のキャンディーやゴーゴーさんの袋に関してはまあこのままなんですけど、ポーチに僕のエンブレムがプリントされてるのが本物なんですね。なんですけど今ちょっとこのポーチ形は全く一緒なんですけど、ポーチにエンブレムが入ってるプリントじゃなくて、サンプルなんでないんですけども、ここに俺のサンプルの、それじゃ、バーサスライバルのエンブレムが入って、お菓子が詰め合わせられて、値段がなんと1230円、安くないですか。12月30日誕生日の僕のおめでとうの気持ちを込めて、キャンディアゴーゴーさんがこうご提供してくれて1230円で皆さんに。なのでぜひでね、味が大事じゃん、やっぱりお菓子なんだから。さっき食べたんです。ちょっと見えるかな、この飴と今俺食べたのがね、このウェハース食べたんですけど、めっちゃ甘かったちょっとびっくりしたわ。やっぱキャンディアゴーゴーさんすごいなと思いましたけども、本当にこの詰め合わせで、もちろん飴とか食べて終わった後のポーチはこう、なんだろうな、何でもいいよね、化粧品とかでもいいし、なんだろう、例えば俺だったら DS でもいいよね。でも DS の LL は入んないかもね、ぐらいの大きさなんですけども、なんかいろいろとその多目的に使っていただけるポーチになるんじゃないかなと思うので、ぜひ面白いコラボレーションしてるのでよろしくお願いします。てことで最後になりますかね。次がまだあるんですよ。最後これですね。実は、今年パーカーどうしようかな、作ろうかなと思ってたんですけど、俺結構パーカーずっと作ってきたなと思ってやめちゃったんですね、パーカー。でもじゃパーカーの代わりにっていうんですかね、こう作ったんですけども、裏がこう、裏肝っていうかこうあったかいんですね。あったかくてですね、まあもうざっくり言えばジャンバーですよ。ジャンバーを作ったんですね。で、こういうパーカーが長いんですよ。で、後ろバックプリントに黒に黒で今回フェイズ・ドラウィットマンの地図が入っていて、胸元には僕のエンブレムが入ってまして、で、実はこれ上からじゃなくて今度下からダブルチャックなんですよ。わかります？皆さんこの良さ、チャックが1個っていうのはさ、こうなんていうの、こうごわつくっていうか、こうなったりしない？あれがずっと気になってて、ちょっと下を少し隙間をちょっとこう開けられたりとかしてね、上閉めててもこう下を少しこうあえて上にできたりとか、これはいいなと、あ、ごめんね、ガタガタっていう形にガタガタガタと言ってますけど、続けてしまいましたよ。で、できると、これをいっぱい作るのもなんか嫌だなと、じゃあどうするって思ってて、これ本当びっくりする数字を言うと思います。僕は15着たったの、15周年で、すごくこれ本当に素材も良くて、で高いんですって正直で。でもこれに15着になおかつ過去、僕のそのバーサストライバーのグッズの中でですね、ステッカーがあったんですね。あとレギンスと、あと、あ、これありますね、ポロシャツも、ポロシャツ、ポロシャツもあるんですよ、ね、このポロシャツと今言ったステッカー、
そしてあのレギンスのここに足のね下のところにこう1個だけこうエンブレムが入るようなそのレギンスの3つをつけてスペシャルセットで15着だけでも値段はそこはすいません1万5000円で15着だけただこれは俺欲しいですねだから逆に15着で買えない人が続出する可能性はもちろんあると思うんですけどそこはご了承願いたいなと15周年だから15着と潔いなと思いますけどもスタッフも、本当に可愛いのでぜひ中も本当あったかいですよということでございましてこれはもうだからある意味、イベントとか企画ものというかね15着だけ作ってましたどうですか皆さんもう覚えられないでしょいっぱいあったでしょもうだからスマホケースが2つあったりもうトートバッグが2つあったりストールが5種類、ステンレスボトルが3種類、そしてバブルバスが3種類そして T シャツが、2種類で靴があったり手袋もあるもう俺過去最高の数を作ってますよグッズでさらに12月の28日にはですね、さらに今ここではちょっと内緒なまた一つ考えたことがありましてそれはだからライブ会場に来てくれた皆さんがまず情報解禁になるんじゃないかなと、思うんですけども、楽しみにしてほしいなと誇りっぽくなったらもうババババって思います、なので、もちろんその、まずは12月28そして30、下北沢ガーデンとキネマクラブですかの方でライブで売りますけどその後多分年明けになると思うんですが、僕のオフィシャルショップの方でももちろんグッズの販売をいたしますので、ちゃんと準備が整い次第それは告知させていただきたいなと、思いますではまずは12月28日30日にお会いしましょうそれで28日はですね本当もともとそのカメラとか入るじゃないですか会場にねそのカメラとかの置き位置を考えてあとね何人かだけ入れるようなその当日券ってやつですねを、出せるようになったということなので28日今まだチケットを持ってない方もぜひ当日券目指して来ていただけたらなと思いますそれでは会場でお待ちしてます椎名義晴でしたどうも